マルコマンニ戦争は162年から始まったローマ帝国の北方国境で発生した戦争の総称。主要な敵対勢力であったマルコマンニ人からこのように呼ばれるが彼らはあくまで参加勢力の一派に過ぎない。戦いの最中でマルクス・アウレリウス帝は病没180年に後を継いだコンモデス帝によってローマ側に有利な和睦が結ばれて 戦争は終結した。アウレリウスの試作書である、自制録は、この戦争の間に書かれたと考えられている。ユリウス・クラウディウス・アサ、フラビィウス・アサと続いて、第3の王朝となる、ネルア・アントニノス朝の時代、ハドリアヌス帝による防備強化の効果もあって平穏な情勢が続いていた。しかしアントニヌス・ピウス帝の時代に徐々に、国境の不安定化が進み、 その老いであるマルクス・アウレリウス帝は、即位から数年後にパルティア帝国との第六次パルティア戦争に臨まねばならなくなった。戦いは、将軍、ガイウス・アウィディウス・カッシュースの活躍で勝利に返したが、遠征のために、ラインドナウ国境の戦力が引き抜かれた状態に、なっていた。追い打ちをかけるように、直後のアントニノスの薬病で、帝国内は甚大な被害を被ることとなる。 国境防備の弱体化と薬病に加え、国境地帯より、はるか東方で、蛮族同士の動乱が起きると国境はいよいよ、不穏な状態になった。162年、ドナウ川周辺に滞在していた勢力が、一斉に渡下を開始して、ローマ領内に侵攻し、マルコマンに戦争の火蓋が切られた。侵攻の一番手となったのは、 カッティ人とカウキー人の軍勢で、属州ゲルマニアスペリオルと、属州ラエティアへの侵入を試みた。しかし両勢力の攻撃は、それぞれの属州に駐屯する守備部隊の城壁を破れず、数年の戦いを経て165年に帝国領外へ敗走した。しかし、蛮族の侵入は未だ序章に過ぎず、同じく困窮した国境地帯の勢力が、次々と流れ込んできた。 166年から167年には、ロンバルディア人が、ウビー人とラクリンギ人を引き連れて、属州パンロニアに侵入、約6000名の軍勢が、中東部隊と衝突した。第一軍団、アディウトリクスと補助軍部隊の反撃で、比較的容易に退けられたと記録されている。しかし、蛮族の侵略が大規模なものであると判断した、パンロニア総督、イリウス・バッススは、 周辺勢力との交渉に乗り出した。仲介役は、マルコマンニオー、バルロマルが務め、当分の間は、ローマとの戦いを行わない休戦協定が取り結ばれた。だが、高級的な講和案はついに結べず、後に過婚を残す結果となった。同年、属州、ダキアでは、複数勢力の同盟である、バンダル人の一部の部族が侵攻した。この時に侵入した軍勢は、 ハスディンギジンとラクリンギジンの別種族から構成されていた。ゲルマニアの東半一帯は、後の中世にスラービアと呼ばれるようになったが、バンダル人たちはこの地域に広く住んでいた。ハスディンギジンとラクリンギジンはそのうち南部の一帯に住んでいて、ドナウ川を挟んで常々ローマと接触があった。その西隣のサルマティアには遊牧民、サルマタイ人が広く住んでいたが、 ハスディーン議人とラクリーン議人は、サルマタイ人のうちのジャマタイという部族の協力を得て、中東軍に攻撃を加えた。ローマはこちらでは、パンノニアのように勝利を得れず、ダキア総督カルプルニウスプロクルスが戦死する窮地となった。事態に対して、アウレリウス帝は、俗州ダキアのトロエミスに中屯していた大英語軍団、マケドニカを前線に向かわせる命令を下した。 アウレリウス帝は情勢を憂慮していたものの、アントニヌスの薬病で衰退した状況下では防御が手一杯の状態であった。168年延期が続けられていたローマ側の反撃計画が発動され、アクイレイア氏に設置された本陣に共同皇帝、ルキウスウェルスと共に布陣した。アウレリウス帝は新たにイタリア本土で第二軍団イタリカと 第3軍団、イタリカを増員して、遠征に備えた。ローマ帝国の新政軍は、アルプス山脈を越えて、イリュリア地方へ進出、カルヌントム日本人を移動させた。すでに蛮族側は、ドナウ川を溶かし終わっていたが、遠征軍のカルヌントム入場は、大きな脅威として、彼らとの交渉再開を可能とした。途中、冬を避けて、 アクイレイアに帰国したルキウスウェルスが休止する事件が起きる。無能な共同皇帝を邪魔に思ったアウレリウス帝が暴殺したとも言われているが原因は定かでない。ことの次第はともかくアウレリウス帝も一旦ローマに戻りルキウス帝の葬儀を主催した。ザロマンエクスペディションアデンストザイアザプチスインザイイスタンパンロニアンプレーンアンドザグレート マークマニックインベージョンオブ170、169年秋、長女ルキラの再婚相手であり、自身の娘婿であるクラウディウス・ポンペアヌスを副将として再び、アウレリウス帝は出陣した。今回の狙いは、バンダル軍と共にダキアを荒らし回っている遊牧勢力のジャマタエ人を討伐することにあった。これより前に、ジャマタエ人の勢力はダキアで拡大を続け、 援軍を派遣した下も、エシア総督、クラウディウスフロントも戦死させていた。しかしジャマタエ人との戦いは思うように進まず、停滞し、遠征軍は都に時間を浪費する状態となった。ジャマタエ人への苦戦を見て、様子を伺っていた、別の勢力が感激をついて、国境地帯へ侵入し始めた。コストボキ人は、属州トラキアの防備を破ると、バルカン半島北部に侵入。 一体で略奪を繰り広げてトラキアは後輩とした状態に追い込まれた。さらにコストボキ人はバルカン半島を南下してアテネ市へと到達しておりエレウシス神殿を破壊するなどの老石を働いている。だがローマにとって最大の危機は比較的ローマ寄りの姿勢を続けていたマルコマン二人の寝返りであった。マルコマン二王バルロマルは周辺勢力と同盟を結び、 ドナウ川を一斉に溶かして、カルヌントムのローマ遠征軍本陣を強襲した。この戦いで、アウレリウス帝は、大敗を喫して、ローマ軍は、遠征軍兵士のうちに万名が戦死するという、甚大な被害を被った。一部軍勢が、俗州の陸務に進んで略奪に強じる中、バルロマル王は大多数の軍勢を連れて、総崩れとなったローマ帝国軍を追って、イタリア本土へと軍を進めた。 アウレリウス帝は、バルロマル軍の進撃を止められず、本土北西部の入り口となる、オデルソ氏を破壊された上に、第2の本陣である、アクイレイヤ氏を包囲された。ローマの本土が脅かされたのは、かつて共和制末期の大将軍ガエウスマリウスが、キンブリテウトに戦争で蛮族との決戦に及んで、以来のことであった。ドナウ川を渡ってのローマ軍の反抗。 マルクス・アウレリウスの記念柱著しい敗北は、アウレリウス帝に当初の計画を再考することを余儀なくさせた。帝国のあらゆる属州からやつぎばに増援が送り込まれ、本土に迫るバルロマル軍を抑え込むことに奔走した。ローマ軍の抵抗が続けられる中、栄達を果たした将軍の一人に、ペルティナクスがいる。また、アウレリウス帝は、本土決戦に備えて、 プライテツーライタリアエイドアルピウムという軍組織を新しく創設、同組織は本土へ向かう各地の街道を整備、警備することを主任務とした。さらに、ローマ海軍の大幅な軍拡を推し進め、ドナウ川艦隊の増強を図った。171年、上記の決死とも言うべき、抵抗の変えあって、アクイレイヤ氏の包囲は解かれ、バルロマル王は軍勢をドナウ川近辺に引き上げさせた。 敗走する蛮族に対してすかさず、アウレリウス帝は外交工作を仕掛け、いくつかの友好的な勢力と急戦協定を結んで、敵軍の分断を図った。ジャマタイ人とバンダル人がローマと同盟を結んで、ハンバルロマル軍に転じ、クアディ人とラクリンギ人が急戦協定を結んで戦争から離脱した。172年、体制を立て直して、 反転攻勢に出る準備を整えたローマ軍は、ドナウ川を溶かし、マルコマンニ人を中心としたバルロマル軍への追撃を開始した。戦いの詳しい経過は不明だが、遠征軍は、マルコマンニ軍を打ち破るとともに、バルロマル王の同盟者であった、コティニ人とウアリスキ人を屈服させてその領域を占領下に置いた。この時、ローマ軍の将軍マルクスワレリウス・マキシミヌスが、 ウアリスキ人の王を処刑している。勝利に対して、元老院は、アウレリウス帝に、ゲルマニクス、ゲルマニアカップタという二つの称号を与えた。173年、戦いは終わったかに見えたが、急戦に同意したはずの空、アディ人が、密かに、マルコマンニ軍を支援していることが、明らかになると、直ちに戦争が再開された。この戦いは空、アディ人の猛反撃に、第十二軍団、 古港に包囲されるという窮地に立たされたが、当時の通貨などにも記述が残る、雨の奇跡によって勝利が得られた。歴史家、カッシュースディオによれば、クアディ軍に包囲されて、食料や水を立たれた兵士たちは死に瀕したが、突如として降り始めた豪雨によって、喉を癒やすことができた。そして反対にクアディ軍は雷雨によって、大混乱に陥り、 反撃に転じた第十二軍団の攻撃で総崩れになったと伝えられている。同時代の人々はこれを神の加護と考え、カッシウスディオはメルクリウスによる加護ではないかと記述し、古代キリスト教の神学者テルトゥリアヌは主の加護によるものと記述した。マルコマンニへの勝利が続く中、北方でもマリア・ベルギカ総督ディデュース・ユリアヌスが、カッティ人とカウキー人の二度目となる信仰を、 撃退している。174年、クアデジンは、親ローマ派の王を追放して、新しい王を据えたが、アウレリウス帝はこれを承認せず、さらなる追撃が展開された。174年後半までには空、アディ人の領域はほとんどローマ領として、大勢の中東軍が配置され、クアディ軍は、ローマ軍の監督下に置かれた。マルコマン二人、クアデジンとの決戦を終えた。 アウレリウス帝はティサ川に展開していたジャマタエ人討伐の再開へと目標を変え、遠征軍はダキアへと転進した。175年、スードの戦闘を経て、ジャマタエ人はローマ軍に屈服して10万名近い捕虜の解放を承認した。加えて6000名の同盟騎兵を提供する条約も結ばれ、彼らのほとんどは俗州ブリタニアへと派遣された。 一説に彼らが持ち込んだサルマ大神話がアーサー王伝説の由来の一つになったとも言われている。元老院は新たにアウレリウス帝へサルマティクスの称号を与えた。続く勝利にアウレリウス帝は積極策へと方針を変えて国境をカルパティア山脈とボヘミア地方にまで拡大する計画を立てたがこれはガイウス・はウィリウス・カッシュウスの反乱によって頓挫した。 アウレリウス帝は、マルコマン2軍の同盟部隊を連れて、遠征軍を東方族州へ向け、アウィリウス軍の反乱を早期に討伐した。176年、一連の戦闘を終えて、アウレリウス帝は8年ぶりに、ローマへと外戦して、着南コンモデスと共に外戦式を行い、息子にゲルマニクスとサルマティクスの称号を分与した。後にこの時の勝利を祝って、 トライアヌスの記念柱にあやかって、マルクス・アウレリウスの記念柱が建造されることになる。しかしこの急戦は、わずかな間しか機能しなかった。180年から182年にかけてのローマ軍の作戦行動177年に急、アディジンとマルコマン2人が帝国領土へ侵入を再開、アウレリウス帝は国境外への第二次元征を決定した。178年に、 カルヌントムに再入場したアウレリウス帝はマルコマン2軍に対する攻撃を経て179年からはクアディ軍への対処に従事した。マルクス・ワレリウス・マキシミヌス将軍率いる帝国軍はラウガリキオの戦いでクアディ軍に決定的な勝利を収めた。さらに別動隊の追撃も成功してマルコマン2人特、アディ人はゲルマニア中央へと撤収した。 180年、アウレリウス帝は国境線を北方に延長するという積極策な構成計画を立てていたが、その最中にウィンドボナの陣営地で病没した。帝位は直ちに着難であるミココンモルスに引き継がれ、彼は戦争の指揮権を委ねられた。だが新皇帝は戦争の長期化や軍事費の膨大化など帝国にとって負担となっていた戦争を切り上げる決断を下した。 クアディ人とマルコマン二人については帝国への年貢と同盟兵の提供を引き換えに和睦を結び、帝国の従属勢力に加えることで戦争を終えた。一方で、ジャマタイ人など、ダキア地方で抵抗を続けていた蛮族には、戦いが継続され、いくつかの軍事的勝利を得た上で、帝国領土から押し返した。182年、外戦したコンモデステイは、元老院から、 ジャマタエ人などへの勝利を評価され、ゲルマニクス・マキシムスの称号を与えられた。戦いは、ドナウ川とライン川流域での国境防衛が不十分であることを皇帝に痛感させ、以降は全軍団の半数近くを二つの流域に配置している。コンモデステが結んだ和平は長期間にわたって維持されるが、四世紀五世紀に本格化する動乱で、再び領内に蛮族は侵入し始める。 そしてこの時にはもはや帝国軍は蛮族を押し返すことができなかった。ありがとうございます。